そうですね、どの辺に狙いがありますか。難しいところですね。やっぱり団体で上位に行くということを目標に、ええ、この平行棒です。森選手が得意種目なんですね。なるほど、はい、で高い得点からできるだけ始められるようにという狙いがあるんだと思いますけれど。日本段違い3人目、はい、真田この選手の特徴は手足の長さ、大きく見せることができます。ちょっと足が開きましたか、はい、最後の後方伸身宙返りですが、はい、ちょっと3分ぐらいの減点されちゃいますね。そんなに、はい、今少し膝が曲がったのと足が開いたので姿勢不良を取られるかと思うんですけれど、まあ、どのぐらい評価されるかですからね、はい、2部から3部は取られるんじゃないかと思いますけども、今順調に 9.45 と上がってきているところなので惜しいですね。そうですね、着地の、はい、そのやっぱり着地を高くしようとして、手を離す時期が少し遅れたんで、足がバーにぶつかるかと思ったんじゃないでしょうかね。あ、なるほど、はい、残念ですね。 9.350、はい、やっぱり真田選手は 9.6 ぐらい出せる選手ですからね、やっぱり心配に